はい、名古屋だがや。あの T シャツ作りました。これ、寺山修司小伏せよ、町へ出ようという、やっぱりどんどんね、すごいですね、ネットの発達でですね、1枚3000円で作れるんですね。あの前だと最低10枚発注とかそういう会社しかなかったんですけど、やっぱりこうすごいですね、このリテイリングの力っていうのは。で、久しぶりに動画撮ります。やっぱりちょっと撮らなくなるとどんどん億劫になってダメですね。あの最近、前も動画を撮った、YouTube のアッキー広志杉山さんかな、という方がですね、まあ、以前ちょっとちょくちょく見てたんですけど、急にあの半年ぐらいで動画上げなくて、で久しぶりに動画上げて何かなと思ったら、どうも仕事を変えられて、でそのやっぱりこう人目についた時に政治的な発言をしている動画がやっぱりこう目につくと仕事上やっぱりマイナスになるからということで、あのもちろんあの新しい動画を全部上げるのやめて、でこれまでの政治的な発言の動画を全部消したっていうようなことがあったんですけど、まあ30代40代働き盛りで、あの仕事をしていれば非常に分かる話ではあるんですが、ただなんていうかな、どうそういった表社会というか、あの表だってあの政治の話はしないと、あの仕事の上では政治と野球の話はしないようなというところで、どんどんやっぱり政治の発言がやっぱりネットで匿名でツイッターでなんかやってるだけっていうような風っていう、やっぱそういう風潮自体がやっぱ僕は嫌なんですよね。あの揉めるのも揉めるのが嫌とか、それはあの和を持って党と主張するっていうところで日本人のいいところなのかもしれないんですけど、やっぱり譲れないとこはどこかで、やっぱ誰かがどこかでとんかってもぶつかっても、負けない主張っていうのをやって、ただ政治的主張をですね、まあ、必ずこうなんか政治イコールやっぱり対立だなと思うんですよね。右と左の対立の腕もあるし、なんていうか絶えず、異なる意見を戦い合わせて、真実を探るというところなんじゃないかなと。予定調和で黙って調和するみたいな。で特に思うのが、今年衆議院選あるじゃないですか、解散して。でちょくちょくと自民党とか、立憲民主、この愛知県は民主党、かつてはですけど、民主党、反自民党が強かったですけどね。ただそれも昔の話で、やっぱりかつての民主党の79は悪夢をみんな忘れてないんで、厳しいとはいえ地盤は年寄りを中心にやっぱりある意味盤石なところがあるんですよ。で例えば、ポスターなんか貼ってる、ある、まあ、自分名古屋以外のところはわからないんですけど、基本的に少ないんですよ。今日は公明党か、共産党かぐらいで、それもやっぱり件数的には非常に少ないですよね。で、ある意味宗教のような共産党と公明党、ある意味それぐらい宗教的な信者ぐらいしか、自分の家に堂々とポスターを上げられないと。でたまに貼ってあるなと思っても、本当ボロボロ泣き屋で、多分誰も住んでないところがもうどこの政党でも勝手に貼っていいよというところで、自民党、共産党とですね、幸福実現党みたいなのが いっぺんに貼ってあるとかね、なんか結局、なんかそういう政治に関しては、どこまでもこう表に出さずに、腹の底に沈めて、でこっそり選挙に行くっていうや、まあ、よろしそれがやっぱり、どうなのかなって思いますよね。議論する場とか、議論をして、その戦うっていうのは、喧嘩するってことじゃなくて、本当の意味での議論をもっと身近に、定期的にやっぱそういう場所がないっていう現状が、やっぱりこれはあまり健全な民主主義じゃないんじゃないかなというふうに思うわけです。ちょっと話が、一番動画を撮ろうと思った原因はこの話をしたいってことじゃなくて、YouTube がちょっと前からショートカット動画、アプリで使ってるとショートカット動画っていうのが出てくるようになったじゃないですか。まあ、完全にTikTok のパクリで、短い動画、音楽が必ずついてて、
ついてない場合もあるのか、まあ、とりあえず短くて15秒から30秒ぐらいかな、長くても1分ぐらいの動画をこう、まあ、特徴的なのは、横長じゃなくて縦で撮ってる、まあ、要はスマホで普通に見るっていうように、まあ、適してるというか、もう完全にスマホ世代が作ったコンテンツということと、そこで面白いなと思ったのが、やっぱり、まあ、特に TikTok では音楽っていうのが、まあ、重要なんですよね。必ずまあ、多分15秒とか30秒なので著作権が免除されているような感じだと思うんです。例えば iTunes とかで視聴って30秒無料とかだったじゃないですか、まあ、使用もだいぶ今著作権のルールもサブスクリプションの時代になってだいぶ変わったんですけど、そこで多分短い時間に関してはそこの抜け道で多分音楽が気軽に利用できて、そこでダンスをつけてシェアできるっていうところで人気があって伸びてたと思うんですよ。で YouTube も一応昨今して、あと Facebook もリールっていうんですかね、TikTok みたいな、仕様の動画を、短い動画を提供で、まあ、シェアできる仕様を始めてるんですが、最近 YouTube がしょろっと、まあ多分ここ1ヶ月ぐらいの仕様変更だと思うんですけど、いろんな、音楽動画、特にプロの人公式でも音楽のついてる動画いっぱい無数に YouTube にあるじゃないですか。それを部分的に要は著作権はそこの音源の所有者に、属しながら、僕たち一般の利用者も気軽にこの短い動画で利用して拡散できるというような仕様が加わったんですね。これ面白いなと思って、で特に僕が今面白いなと思って響いてる音楽をちょっとシェアして、それでちょっと拡散できたらちょっと面白いなっていう感じです。で特に今、気になっている音楽アイドル、I My Me My っていうグループはデビアンのメインの作家だった、今木笹さんが全部じゃないけど多分一番 のデビューしたばっかりのアイドルなんで、最初のなんていうんですかね、リーディングソングっていうか、まあ名前にもなってる I My Me My、 I My、 名前は、まあ、その I My パラレルかな、なんかそういう、グループのタイトルと曲名が同じっていうで、一番最初にリリースした曲っていうところでの曲をすごく気に入ってるんで、これまだまだ全然一般的にはオタクの中でも見つかってないんで、見つかってほしいんで、これをちょっと重点的にアップするんで見てほしいなと思ってで通ってます。これちょっと続けるんで、なんか何これと思ったら気にしてくれる人がいたら嬉しいなと思います。ではでは、名古屋最高。